なるほどだから、ね。知らんけど、学校は行くもんだという染みついたもんがあるんですよ、我々。はい。じゃあ今日は朝のニュースからいつもニ通ューり。スは、なんかあります？まっちゃんの方で、ニュース的なことっていうのはございますか？いや、もうね、みたいな。もうね、みたいいつも僕が話してるんで、そういうなんか見方でね、いろんなもん見ていな。ると、本当にの劇場やってるのね、みたいな。うん。要は作られたところでね、踊ってるって。なんか本当映画仕立てをやってるんですね、みたいなやつ。うまくところらへんはねって感じですね。見せてるって感じかな。だ見せてるから、感じですか？はい。そうそう、一般の人たちが、分かるように、こういうことです、実は、みたいな。実はこういうことですみたいなね。実はこういうことになってるんですよっていうのを、まあ、3年、4年かけて見せていってるってことですから、あれよ、連続ドラマ、そ連こ続のドとこラまマでです。あれをなんもうか、今、あれみたいですと、最近、TBS でやってる、VIVANT っていうやつが日劇でやってますけど、9時とかで。ああいう感じで、なんか、劇みたいなことを、どんどんやってるようなイメージしか僕はないですけどね、やっぱりだね。から、もう早くいっぺんにおあの、なんていうかな、エンディング見てよとか思うんやけどな、トランプなんか見てると、今日は。だから、ね、急にやっぱりね、やったとしても、相手わかんないのに気づかせることが大事というか、やっぱりそういうの、要は、僕らに対してもそうだけど、視聴者に対してもそうですけど、気づきをさせるっていうことは大事だなってのは常に思いますね、やっぱりね。だからね、例えばね、仮に、ね、一つのくくりっていうか、一つの仕切りの中で、まあ、地球っていうか、宇宙ってやってるだけの話なんで、いいも悪いもないんだけど、一応いいもんですよ、悪いもんですよ、みたいなやつをこう分かるようにしてるっていう感じ。そうですね、わだかりから、ます。結局ね、そのいいもんとか悪いもんっていうのはないけど、そのいっぺんにしょっぴいて、いっぺんに終わってしまうと、みんな分からんままに終わってまうから。そうね。そうですね。だから分かるように分かるように、こういう種明かしやった感じやな。そうですね。種明かしって感じですよね。確かにで、まあ、この YouTube では言われへんね。2本ぐらいこの動画でもけ、うちこのチャンネルも消されてるから、注射の件は言われへんけど、あれももね。う、ね、さあ、あと1年、2年ぐらいかけて、ね、なんていうかな、みんな騒ぎ出すっていう。騒ぎ出すっていうか、もうでも、あれですもんね、その注射の件もそうで、ワクチンの件なんて話も聞かなくなりましたからね、ほとんどね。本当にね。いや、当時はすごい盛り上がってて、打てじゃないですか。でも結局、今なんて、いや、じゃあ、それ今日はやめよう。消されるから、また。これやべ。もう消されるの嫌やから、これ以上。いまだにまだそれ消されんのよ。やっぱり。やっぱそうですよね。これはね、ニュース的な話じゃなくて、今日は他の火曜日か。8、はい。先週の水曜日ぐらいかな。何日な。大阪の空、軍用ヘリすんごい数飛んでる。はあ、こ軍れ用ヘリでございますか。気づいてるはあ、はあ、は人も、気づいてる人、どこまで本土かなと思うんやけどな。はいはいはい。そんなにいたんですもうか。ね、すごかったよ。大忙し、なんか運んでるのは見みたいな。それもかなりほとんどったら、そんなにですか。はあ。生駒山の奈良と大阪の境目の生駒山のあの山のところらへん、あの辺から、なんていうの、大阪港。っていうか、まあ、その今、維新が何かやろうとしてる、これは何をやってんのかなと思って、俺ずっと見とる。やっぱりね、見える人にはやっぱり見えますよね。だから世界の流れを見ると、ちゃんと、通貨を運用してる人たちは、本当よく見えてるなっていうのはすごく感じますね、話してるだとからね。ね、普段聞こえないような爆音やからな、あの軍用ヘリっていう。音低いとこ飛んでたから、本来やったらね、もうちょっと高度上げて飛んだりね、分からん。でも、あえてなんか分からしてるみたいな。あえてね。あえ気づくてね。やつは気づくやろみたいだな。ああ、気づかせるってことでしょうね。要はね。そ多こです分よこね。の動画見てると、何人かは関西の人、大阪なんかにおるよね、ね関西の人、気づいたと思う。すごい数だな。なるほどね。まあ、ええわ。今日もそこら辺で置いとこう。その辺で、わかりました。よろしくお願いします。じゃあ、今日は、あのー、ね、
ちょっとテーマとして話してるのは、ここに、こっちか、載っている娘さんの本が発売されたということで、おめでとうございます。発売されたというか、発売するんですよね。8月の29日に発売で、堂々となんか、お母様が、お母様が Facebook でやって、みんなコメントがすごい量で、200件以上、おめでとうございます。おめでとうございますって言ってますんで、ちょっとびっくりしたんですけど。お母さん人気者みたいな。俺大人気ですね。お母さん人気者ですね。すごくね、びっくりしました。お母さん協調性あるから、俺協調性ないから嫌われる。いやいやいや、でもお母さんすごいですよね、本当にね。皆さん巻き込んで、おめでとうございますって感じで言ってましたよ。はい、まあね、ただね、はい、ここどんな本でも何でもええんやけど、まあ、SNS でも何でもええんやけどね。はい、まあある意味、うちの娘も16歳か。うん。で、まあ、今年16ですよね。うん、はい、はい。あれね、まあ、何年後かの未来っていうか、何年後かに見たときにね、はい、自分のその書いたものだから、はい。はいはい。まあ、まあ、ね、これですね。あるんじゃないかぐらいの感じじゃないかな。うんうん、ああ、なるほどね。まあ、15歳の叫びって感じでね。だから今日は、まあ、こんな感じで、その、一般的にマス向け、まあ、娘さんとか親とかに対して、やっぱりその関係性だったりとかね、そういうのちょっと、マス向けに質問をね、用意をしたので、ちゃんと用意したんで、それを、まっちゃんに対して、まっちゃんに回答してもらいたいなと思ってます。なんで、そういうちょっとマス向けの、ちょっとまっちゃんにとっては、つまんないかもしれませんが、まっちゃん、いつものまっちゃんにとっては、つまんないかもしれないんですけど、これ結構大事なことなんで、親とこの関係ってね。でも、生々しい映画ないと、はい、見てくれる人もいないとは思うんですけど、ただ200人のあのフェイスブックにもリンクはするので、ちゃんとお母さんもそういうこともリンクしてやるので、興味があるあのこっち人に対しては見てくれるから、この本に対してね、興味があって、読んでみたいなって声もいっぱいあったので、まず聞きたかったのが、まあ、両親、僕も両親が子供いるのでね、感じるんですけど、まあ、今回、娘さんじゃないですか、男の子じゃなくて娘さんなんですけど、娘さんに対して大切にしている価値観だったりとか、あと考え方とか、まっちゃん的な考え、まっちゃん流でいいのかな、まっちゃん流の考え方があれば、ぜひ皆さん見てくれてる人に対して共有してもらいたいと、なんかあったりしますか？そう、またなんかざっくりと、何？ざっくり、要は、大切にしている価値観、要は娘に対しての思いだったりとかね、というとか、あと考え方、教育に対する、なんだろうな、親が娘に対して見てるその考え方だったりとか、その価値観、世界観だったり、価値観だったりとか、その教育についてっていうのが あれば、教えてほしいなって感じですね。オッケー、はい、分かりました。うん、まあ、これ、息子であれ、娘であれ、まあ、同じで。結局、親の役目っていうか、はい、親の仕事って、一人で生きていくようにするっていうだけの話なんですよな、やっぱり。そうですね。それもそうです。自分の足で立って、一人で生きていってもらうようにするだけ、それだけみたいな。まあ、これ、動物と一緒やな、自分で。そうですね。結局、自分一人でご飯食っていけるって感じだったもんね、そうしようって話ですもんね、簡単に言うとね。ね、その間にね、今この世の中のシステム的な勉強しましょうとか、ましょうとか学校行きましょうとか、はい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 、いっぱいあるわけないやけど、はいはいはい、それってそもそも必要あんのみたいな話がこの本に、そういうこと本書いたんちゃうかな、この娘が。そもそもだって僕だって娘さんと最初本作りますよってことでお会いして、その件でケーマッチャンとお会いしてるじゃないですか。で、うん、その時多分娘さんとお話した時に一回独立、一人暮らししたらって言って、結局一人暮らししたのが始まりだったので、本当に面白いなと思いますよね、やっぱりね。まあ、ね、俺自体が面白いこと好きなんで何でも。まあそうですね、エンタメが大好きな方ですからね、はいはい、いや、エンタメじゃなくて基本的にもの、うん、の判断基準っていうか何かを考えるっていうのは、うんうん、面白いか面白くないかだけみたいな。そういうのもまっちゃんってあれですね、その娘さんとね、その、まあ、いろんなその出かけたいとかご飯をよく食べに行くっていうの前から聞いてましたけど、その日常生活で一番その一緒にどんなことを活動されたりするんですか、まっちゃんは。一緒にあんま活動なんかすることないよ。あ、そうなんですか。特に一緒になんかやったりはしないんですか。ご飯を食べに行くじゃないですか。普通になご飯食べに行ったりとか、まあ、いろいろと出かけたりするっていうのは僕聞きましたけど、なんかその、うん、特にその
まあ、意図的にまっちゃんとしてね、まっちゃんと父親として意図的に一緒に楽しんでることだったりとかってあったりするんですか？ない。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 全くない。ない。ないよそんなもん。へえー。そうなんだ。もうでも自立してるからね、ある意味だから。ある意味もう放置してる感じですか？はい。いや放置っていうわけじゃないけど、まあ。はい。何か話があれば聞くし、でまあ、はい、あの何か求められれば、一応検討するしみたいな、別に求められなくても寄ってきもしないんであればほっとくしみたいな、ただそれだけ。なるほど。向こうが転居になりたいからお金を投資してくれてたら銀行紹介してますよみたいな感じか。うん、なんていうかな、その商売的、うんっていうか仕事的な話っていうのは、たまにこっちからちらっと5秒10秒ぐらいですることあるかな。例えば今やってる仕事に関してもいつ自分でいつ店やんのみたいなやつとか、あで、実は16なんで、あの年齢がまだここまでいってないんで、はい、いやいや、うん、別に社長誰かつけてやればみたいなやつとか、うんうん、こういう点あるからここでやるかみたいな話はするよ、うん。あ、やっぱ経営アドバイザーみたい的なこともしてあげてるんですね、一応ね。なんかアドバイス的なね、意外と、ね。全くしてない。全くしてないけど、これやるけど使うみたいなやつは、ちょっと話したら、一旦無視みたいな。あ、無視なんだ、そうなんだ。え、まあ、でね、そっかそっか。はい。アイちゃんの質問の話で、一般的なところっていうかな、今僕、ちょっと話聞いてて思ったんが、これからのその若い人たち、ね、日本を、はい、うん、地球を背負っていく若い人たち の、 その、うんうん、どういうふうな世界に変わっていくのかとか、はい、あるいは教育的なものですよね、はいはいはい、あの常識的と思われてたものとか、はい、うん、どういうふうに変化していって変わっていって、親子の関係なんかも学校とか親子の関係もどういうふうに変わっていくのかみたいな話をちょっとしようかなと。あ、ありがとうございます。ぜひぜひお願いします、うん、はい、る人もね、あ、俺の話聞いたってしゃあないから、そこそこ。まあ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 、それでも興味はある人いますけどね、やっぱりね、親としてはね。うん、でね、うん、まずね、そもそも子供は親と子供っていうのがおるよな。はい、まあいますね。はいはい、はい、お父さんと子供、お母さんとかでも、おじいちゃんと、うん、まあ、おじいちゃんと孫とかな、おばあちゃんと、まあ、うん、親子、家族関係ですね。でね、はい、そもそもね、まあ、いつの時代っていうのはもう話が長くなるんですっ飛ばして言わないけど、はい、そもそも親子ってね、考え方としてははい、昔はね、その家系っていうか、はい、家庭っていうか親っていうかな、親の一般的なもんや、はい、子供って、はい、もっと分かりやすいと、はい、例えば5人とか6人とか7人子供産むでしょ、はい、うん、あれたくさん子供産んでる理由っていうのは、はい、まあ、やることないから暇やから子供いっぱいできるっていうのもあんねんけどまあまあそれは一人でいったね、はいはいはい、それはあんねんけど、それ以上にね、例えば牛を飼って牛の世話させるとか、はい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 、で、まあ、水田やな、稲作、田んぼなんかあったらお米作ったり、はい、収穫とか田植えとか人が一人でいるわけですよ、はい、うん、で、あとまあ漁業な、魚取ってこい思っても貝、お前貝取ってこいな、はい、はい、魚取ってこいとか、はい、ね、で山行って牛の世話してこいとかな、で、はいはい、あと何やったっけ、羊飼いやったら羊の世話するとかな、はいはい、であと何やったっけ、家の掃除、まあまあ掃除せなあかんし、はい、洗濯もせなあかんしとかいっぱいあるわけよ、用事が。昔はそうね、まあ、そうですね、はい、人海戦術なんですよあれって。で、うん、子供ってそもそも親の資産、うん、まあ資産ですわこれ。だから要は労働力なんですよ、はい、うん、それは何の労働力なんかって言ったら、家庭とかその親の労働力っていうことやったんが、もともと。で、その後どう変わってきたんかって言ったら、明治維新、日本の場合で言うと明治維新以降になってくると、今度はその戦争にあかんと、うんうん。戦争に勝つために強い軍隊作らなあかんと、はい、ね、で。強い軍隊作るためには国民を教育せなあかんと、はい、うん。これが国民学校ですよ、の始まり。と、はい、いうことは、うん、家におって家の手伝いとか牛の世話とか、うん、畑とか田んぼの仕事しやんと学校行けと、はい、で学校行って勉強して軍隊入れと、これが次のステップなんですよ、はい、でこうなるとこの親とか家庭の資産じゃなくて子供っ
まあ、若者っていうのは国の資産ってなるわけよ。国の資産ですね。なるほど。はい、分かるかな。うん、分かりますね。我が学校行って勉強して優秀になって国のために戦えと。はい、これが国のステップですわ、はいうんはい。で、その次はどうなったんかって言ったら、今度は資本ですよ。はい、日本は通貨的なもんと。はい、資本。はい、資本これを、はい、これ社会の中心の重きに置いて、はい、これのために今度は働けと。そのために働くためには、今度は勉強し、学校行って、しっかり勉強して、偏差値上げて、はいね、あの勉強できる人になって、会社行って、一生懸命働いて、税金しっかりがっぽり納めるよと。なるほどね。いや、これに変わったわけよ。はい、はい、はい。わかるかな、これが。そうですね。ほんだら今度は、これは、次のこの、通貨的なもんを社会の中心に重きに置く世界っていうのはどちらかというと、はい、競争社会っていうかな。はい、競争社会、そうですね。はい、おっしゃったね。個人主義です。個人主義、はい。個人主義の競争社会ですよ。はい。で、競争させることっていうか、することによって、その、はい、また工業製品なんかがより良いものが生まれていって、社会が発展していくスタイルですよ、はいはい。そうですね。じゃあ、これは国の、はい資産なんかと国のもんなんかっていうよりは、はい、どちらかというとうん世界的な通貨というかシステム的なものですよ。その要は構造的なものの資産が、はいうん、構造的な資産、ね、構造的なものの形に やっていく形に変わっていった、はいはい、あでこれが次は今終わろうとしてるわけ中間終わってで次ね読み解くことができるというのは次どうなるのかってなるとねはいはい、うんこれね、次はね、はいまあ今通貨例えば、2つ目に言った国の、子供とか若者は国の資産的なもんですよと、はいで。その次はグローバル経済っていうか、通貨的なものを軸に置いたその、はい、いう構造の中の資産ですよと、はいでね。こういう2つの時代っていうのは人口爆発なんですよ。はい、要は人口が世界中で増えていくっていう過程はそういうのがいいかな。はいうんでこれからはどうなるのかって世界中人口減少に向かうんですよ。まあ減りますよね人はね。そうまあもちろんそうだよ、うん。世界中です。世界中で人口、はい、日本も減る、はい、中国も当然減る。はい。まあどこの朝鮮半島も減っていく。で、はい、最後はアフリカインドも減っていくんですよ。で、はい、経済が成熟するっていうかそのある程度均衡要は貧しいところと飛んだところが均衡化していくっていう世界になっていくんですよね、はい、経済が成熟すると。はい。でそうなると人口も減っていくわけよ。はい。うん。今回の注射の件もひっくるめてな、はい、疫病と、うん、で人口が減っていくっていうことは今度は別にその競争せわざわざする社会じゃもうないわけまあまあちょもちろんそうですね分かるな、はいうんうん、だからなんなんかって言ったら重き要は社会の軸というかな、はい、真ん中一丁目一番地真ん中に置くものっていうのは、はい、やっぱりこの動画ではいつも言ってるように精神性とか調和とか協調とか、はい、協調性ですね。はい。うん、なってくるんですよ。はい、だからね、例えば奪い、人口が爆発していくときって奪い合いとか戦争ってやらなあかんねんけどね、どうやったってやらざるを得んねんけど、はい、これ減っていくとなんてそんなことやる必要もないのよ、エネルギーも十分。そうだよ、十分だから全員に行き渡りますからね、そうだよね、そうね。そこへ来て、やっぱり今の若い人たちが、まあ、はい、僕、まあまあ、自分の息子とか娘さん、自分の子供たちを眺めてて、皆さんそう思うと思うんやけど、はい、もうあんまりね、所有欲とかな。所有欲ね、うん。ものすごい頑張って会社で出世したりとかな。はい、死ぬほど働いて金持ちになりたいとか。あんまないのよ、そんな今も。そうですね。はい、もうそんな変わった人、ヘウっていうかな、そんなきちっとしてない人もらえようになったんですよ。はい、確かに。確かに。うんだから、まあ、わざわざ無理して高級車買うとかな。うん、まあ、それはないな、うん。わざわざ無理して、わざわざ無理して借金して豪邸建てるとかな。まあ、そうね。まあ、いいんですよ。うん。うん、で例えば、もう冷蔵庫が一つの家に一個あるっていうのもいいよね。持ってるような子もいっぱいある。シェアすれば、みたいな住人。そう、まあ確かにね、本当確かにそうだね。うん。唯一一人に一台持ってなあかんのはスマホぐらいよねぐらいにしか思ってないんですよ。うん、だってそう、まあまあ、まあまあ、パソコンかな、まあ、パソコンもシェアでいいのか、そうね。うん、でしょ、うん、でだからね、なんていうかな、どちらかというと、これ全世界そうなんですよ。アメリカからヨーロッパから、全世界でそうなって、はい、もうなんかな、
なんか軍隊行ってわざわざ戦ったのかみたいな人もしつこくなってきてるしな、そうですね、若者は。はい。だからね、あのね、なんちゅうかな、そういう若者っていうか、自分らの子供たちを眺めて、最近の若者は覇気がないとかな。覇気がない。まあ、欲はないね。いろんなこと言う人おんのよ。まあ、欲はないねってのは分かるかもしれない。うん。うん、でも、これって時代が変わってるだけの話であって、うん、逆にね、今のそのうち僕らの息子とか若い人たちから俺らを眺めると、なんでそんな、なんていうか、人を蹴落として頑張って競争してんのみたいな、バカじゃないのって思ってるわけよ。まあ、だから要は生きてる世界と見てる世界も違いますからね、彼らの場合も。ね、いやいや、だから。で、やっぱ地球っていうか、世界っていうか、宇宙、うん、進化って言ってるんでね、人も人類も。うん、まあまあまあ、進化ね。進化の過程なんですよ。うん、あ、なるほどね。進化の過程なんですよ。うん、だから、はいはい、そんな強欲で何かをこう自分で抱え込むとかっていうのがない世界についてるんですよ。若い人は。はいはいはい。でね、ただ、今の若い人たちっていうか、自分の息子、子供を見ててもそうなんやけど、横のつながりすごい大事にするんですよ、ただ。うん、ああ、はいはいはい。僕がいつも言ってる共生社会、大調和っていう社会って、やっぱり横につながっていくっていう世界なんですよね。うんうん、で、それがまあ、誰とでも、誰とも彼でもじゃなくて、やっぱりコミュニティ、うん、自分たちの機能を仲間っていうのは、そこに手を取って、すごい大事。うんうん、こういう社会ですよ、世界中が次はもう。確かにね、うん、横との横との手をつながるよう、まあ、手をつながっていく感じですよね、要はね。うんうん、でね、それやっぱそういうコミュニティの形成っていうか、そういうコミュニティ手法っていうか、はい、そういう考え方、自分の考え方とか、こういう、そういうものを、何らかの形で発信していって、はい、そういうコミュニティを形成していく力っていうのは、これから大事になってくると思うんですよ。うん、要は集合体ですわ、村の、うん、村の集合体、うん、そうね、うんうん、でこれが地域とかそういう垣根、まあ地域的なもんもあるけど、そういう垣根を越えて世界中でそういうことが起こっていくっていう世界です、はい、それが世界の価値の中心になっていくっていう感じですよ、はい、そうですね、はい、分かる、なんとなくイメージが、それは分かります。だから結局、だから要は縦の蹴落としよりかは横に繋がっていて、横のネットワークやって円みたいになっていくっていうのがイメージありますよね。でその中心の中のネットワークの中の箱みたいなところでやっていくっていうのが今の若者の思考にはなってるなって思うので、どうしても仲間意識が強くなってる部分あるかなっていうのは見えますよね。でこれがまあいわゆる多極化っていうことなんですね、はいはい、これまあ、うん、国も地域もその地球丸ごと多極化していく時代なんですよね、うん、これ、うんうん、これ多極化していくっていうか、新しい宇宙、新しい地球っていうか、なんでそういうことになっていくかって言ったらね、うんうん、一番最初っていうのは、まあ 近代の話、地球の体制っていうか、国の体制みたいなもんっていうのは構造っていう、うん、そもそも計画経済みたいなやつ、計画経済で統制していきますよっていうのをやっとったわけよな、これ、うん、なるほどね、うん、これが旧東ヨーロッパもそうやけど、はい、でこれは見事に失敗したわけですよ、はい、無理、うんうん、でその次は台頭してきたのは資本主義ですから、うんうん、資本主義とかその民主主義みたいなやつ、うん、でこれでその統治していくとか統制していきますよってやってたわけよな、うん、まあ、残骸、はい、まだ残ってるけど、はい、でこれもやっぱ失敗だ。うまいこといかんかったよというよりは、はいはい、今ここへ来てこれが限界が現れてきたってことな、限界になってきたっていうのが今の姿ですわ。限界ですか、ね、なるほど、はい、でこれもやっぱりダメだったわねってなったわけ、はいはいはい、だから今度はそのいわゆる多極化っていうことになってくると、どういうことなんかっていうと、はい、今日はいつもこの動画でも言ってるように、その国が何かを仕切るとか、はい、国の上にある何かがその世界を仕切るとか、うん、はい、そういう大きな仕切りっていうのをもうちょっと束を緩めますっていう形なんですよね。ああ、なるほど、緩めますってことですね、なるほど、はい、うんうんうん、要はまあまあ民が主体っていうわけじゃないけども、はい、なんていうか、もうちょっとそのアイデンティティっていうか、その哲学的っていうわけじゃないんやけども、はい、もうちょっと民族的なものの、うん、なんていうかな、過去の歴史を振り返って、はい、しっかりとした哲学をもう一度呼び起こして、で、はい、新しいコミュニティをしっかり作っていきましょうよみたいな、はい、うんうんうん、でね、これは誰がやってるのかあれがやってるのか、そんな話じゃないんですよ、これも流れなんですよ、うん、
で、ね、流れ、うん、この多極化の流れのトリガー引いてるのはいつもいつも言ってるように AI とかネット環境ですよ、結局は。まあ、だって結局ネットが波及してオンラインサロンみたいなのができてるのはそういうことですからね、やっぱりね。で、これのね、この環境がこれからますます発展していくっていうのは当然そうなるんですよ。もっと高度な、うん、もっとね、それがもっと精密になるってことだよね。そうなってくると、計画形態とか調整なんて聞かないんですよ、もうそもそも無理なんですよ。ね、そうね。うん。うん、だから、こういうツールがやっぱり、なんていうかな、歴史的なものっていうか、世界を動かして、はい、大きく転換させる一つのきっかけにはなるんよ、なんでもな、蒸気機関車やしな。まあ、すべてそんなもんですよ、車、自動車が出てきたもんせやしな。はい、だから、要はね、今言ったようなことを考えていくと、例えば、こういったことして、偏差値、はい、偏差値取って、大きな大企業入るとか、役所入るとかな。うん、そんなんもないって分かるでしょ、これ。だってどう考えたって。うん、まあだから結局それは、うん、自己満というか、自己満っていうのは違うな。いや、自己満じゃなしに、うん、若い人たちの代弁すると、これからもだん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 出てくる、増えてくるのはね、うん、学校ってなんで行かなあかんのって。いやでもそれってでも俺らの世代だから、まっちゃんの世代でもそう感じた部分もありませんでした。そのいや、それなかった。俺ばっかりそこまで考えてなかった。そんなもんよね。あ、本当に。いや、僕らの世代の方はもうそう感じてきてましたよ、だいぶ。そのなんで学校そもそも行く必要があるのって、学校行かなくても生きていけるじゃんっていうか、まあね、まあ、それもトリガー、さっき言ってた、まっちゃんが言ってたように、トリガーがネットなんですけどね。あの、ネットが普及されて、別に学校行かなくても、普通にそのまま、なんだろう、お金を稼げるというような状態にはなってるのが現実だから、まあ、YouTuber も含めてね。だから、余計なんか、学校ってそもそも行く存在はあるのっていうのは感じたのはありですよね。そう。で、それをみんなが理解して次のステージ行くと、学校行った方がバカになるんじゃないのって思った。それはそこまで行きますか。まあね。まあ実際でもね、今日の話ではないけど、娘さんの実際それも学校を中退したことの急成長は半端なかったのは事実なんですね。うん、だからね。うん。で、まあ、あの、うん、ちょっと話横にそれたけど、結局ね、うん、その要はさっき言ったような、そういう要は支配体制っていうか、うん、その構造的なっていうかな、これを一回やめようっていう話なんです、はい、今回ね。あ、まあ、作ってる構造ね。で、うん、でそれに伴ったその構造とかシステム的なものの一番根っこにあるのは何なんかって言ったら、この動画ではもう100回以上言ってる通貨である。これドルやかな。うん、まあ、通貨でね、お金の存在、ね、であったり、うんうん、あと軍隊な、軍。組んでそう、武力と通貨ですわな。で、あとそこについてるその世の中の常識的なものとかルール的なものとか法律的、はい、変にねじ曲げた法律的、あと学問の権威とかな。そうね、そうね、通貨によって人の感情も支配されて、人の感情も動くし、アホっぽくなるからな、本当に。だから今回これどう、うん、うん、あの今回はこれを同時にぶっ壊すってことなんですよ。うん、要はもう一回整理すると、軍ですか、うん、要は武力。で、うん、通貨、うん、だから。で、これ武力通貨がぶっ壊れるっていうことは、うん、同時に世の中の常識もぶっ壊れるっていうのは、これ当然わかるよな、こんなもん。そうですね。うん、要は、あとは医療とか、さっき注射の話したけど、うん、医療なんかも、結局は、その要は金で、学者なんか動いてるわけですよ、あんなもん、うんうん、御用学者ばっかりやからな、はい、うん、でちょっとケウっていうかまともっていうか最先端のこと言ったら干されるわけですよ、誰もないですまあね、まあ干されますね、はい、だからその構造の中でこう言っとけって言われたものを言ってるだけの話ですよ、その意に沿ったもの、ね、そうですね、はいはい、なってくるとやで、例えば医者の大学、なうちの息子なんか通ってるけど、はい、その医者の大学行ってそこ勉強して医者になったってどうなんのよみたいな話になってたんですよ、今度は。うん、そうですね、確かに。がんなんてそんな治らんような病気ですかってみんな分かってきたわけでしょ、これ。まあ、まあ、まあ分かってきますよね、そうね。が、うん、ってそもそもなんでがんになんのよっていうのを今みんな考え出したわけでしょ。まあそもそもね、うん、うん、でそのがんにならすもんをなんか体に入れさしといてさらにがん保険外資が売るって何事なのよみたいな本末は転倒になってますよね。だから結局ね、今度さらにがんになったらがんになったで高い抗がん剤外資のやつ入れますみたいな、もうどんだけ一つの体で何発往復ビンタやんのよみたいな
これもバレてきたわけですよ、結局は注射の件1個でな。うんでだから、あの疫病に関しても注射もそうなんやけど、あれは結局こういうことをばらしてるってことなんですよ、表に出てくるようにな。うん、ああいうものが表に明らかになってくるために、こういうことをやってるんですよ。うん、大体これ分かるでしょ。分かりますね。ってなってくると、別に医者の免許となんかあったって、私、医者になれるんじゃないのっていう時代が来るってことで、次は分かりやすいから。分かるよ、テレビ。言ってること意味は分かりますよ。ただ、なんか一つ、そこの疑問にあるのは、その専門知識とかそういうのはやっぱり不けないじゃないですか、結局のところ。要は医者は医者でちゃんと勉強してきて、その地位になってるわけであってっていう部分はあるから、だからそのとこの知識レベルについては差は出るよねっていうのは冷静になると感じますけどね。違う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 知識。いや、だからさっきも言ったように、うん、その学校、大学、医学部で習ってたことって、それ嘘なんやから、習えば習うほどバカになるんじゃないの。ああ、そういうことね。なので、そもそもがその言ってることの教えてる教育機関が言ってることが誤ってるってことね。なので、うん、だから、この動画ではいつも言ってる、何回か言ったけど、例えばね、うん、病気を治す、その、知識っていうか、病気を治す、その技術的なものと僕変わっていくと思うんですよ。10年、20年かけてな。うんうん、だから、その病気を治す技術的なもの、知識って何なんかってなると、うん、要は天とつながる力、要はあの信仰心ですよ。神を理解するからとか、宇宙を理解するからとか、あとは、波動っていうか、その要は、まあね、量子的なもんですよね。そういうことで、はいはい、その患者っていうか、患ってる人の体をこう整えていく力とか、はいはいはい、うん、そういう力なんて、これ、大学の医学部に何の関係もない話になってくる。まあ、そうで、それはどっちかというと、哲学的な、その全然、その医学との、医学とは証明できないもんな、そうね、うん。で、そこへ今度、生物学みたいなものが入ってくるんですよ。これね、これ今、研究っていうか、今、勉強してんねんけど、面白いから、最近。はい今より勉強してるのが、あの微生物とか、はい、あと、そのなんていうかな、あの、はい、寄生虫、はい、魚なんかも、あの動物もおんねん、体に寄生虫があるんですよ、寄生虫ってね。はい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 、まあ、そうやると、まあ、皮膚一つ、もう体中におるわけですよ。はいはい、目に見えない、ね、人間の体も、うんうん。で、この寄生虫を使って、そのなんていうかな、体をまたと、うん、ちょっと癌に侵された体を元に戻すみたいなやつとか。なるほど。おー。多分ね、ここ、そっちの方が変わっていくんですよ、もう。うん。そうね。これ薬、そうね。薬の力じゃなくてってことだよね。そうね。今、うん、学校でやってる西洋医学なんて、180度真逆の世界行くんですよ、次はこれ。ええかな。はい。ってことだよ。さっき言ったように、ちっちゃいコミュニティ、それぞれが点でバラバラ、チリチリバラバラで、皆さんが、村という。かな一つのコミュニティの中でこういろんな同じ価値観を持っている人たちがつながっている世界です。まだ次世界中が。うんうん、ってなると、こういう医学に関しても、その旧態依然とした今までのものを信じきっている人たちの世界と、その新しい方へ行った人たちの世界というか、まるっきり違う世界になってます。真逆の違う世界ですね。はい、これが俺がいつも言ってるようにパラレルワールドです。今回うんうんうん、極端にその差別、ね、違う世界観が生まれますからね。そうね。例えば、愛ちゃんが今、東京でマンション、愛ちゃんマンションなんか知らんけど、マンションですね。一棟マンション。一棟マンションの201号室の人と202号室の人が別の世界にいますみたいな世界ですよ、次は。ああ、そうね、そうね。二人って、見てるもんが全然違うみたいな。それはそうでしょうね。やっぱり、その生きている世界観だってとか、その、なんだろう、その世界ネットワークによっての価値観もその違いますか見てるところと思う。ちょっと話ごめん、それた。で、これからの、だから教育的なもの。教育的な話です。娘さんの教育的な話、ね。どういうふうになっていくかっていくと、うん、やっぱりもう、その、あるよ、その、学校行かない、行く理由なんかあんのみたいな人たち、結構増えるんじゃん。もう増えてるでしょ。まあ、いや、増えてますよ。だから、結局、なんだろう、その、なぜだ不登校がね、発生するのかとか、まあ、もちろん、いじめだったりとか、学校教育の問題だったりとかいろいろとありますけど、それ以上にその疑問を持ってる子どもたちが増えてるっていうのは事実はありますね。いや、あのね、不登校っていう言葉も死語になるわな、そうなると。だから要は不登校って何のためにするのっていう話になってくる。不登校もない、うん、
そもそも登校する原理は何なのみたいなね。確かにね。あんな学校行ったバカになるだけよねって思ってると増えてくると思うな、これな、ローマンが。でね、例えばその言ってるように学校行って、大学行ってないと会社に就職できませんみたいな話もないわけですよ、そもそもが。そもそも就職するっていう概念がね、うん。うん。だから就職しますっていう概念がなくなってくるよ、次はもう。まあ、それは現実にもう就職しなくても生きていける世の中ですからね。あとはどうやって生活していくかって話。だから、そういう、うん、ただ横のそういうコミュニティっていうか、そういう友達っていうか、はい、そういう同士のつながりっていうので生きていってるんですよ、今の若い人たちって。はい、だから、はい、例えば一人の子たちがシェアハウスみたいなとこ住んで、畑やりながら住んでますとかな。はい、うん、うちの仕事手伝ってみる、来るって言ったら、いや、行く行くみたいな世界ですよ。うん、そうお互いじゃあお互い協力していくってことですよね。うん、うちの娘なんかはその職人やってるから今堀市の、うん、だから、うん、いやうちちょっといや私ちょっとなんか暇やしなんかしたいねんけどいやうち教えてあげるからおいでよみたいな、うん、そういう世界ですよ次は、うん、もう、うん、分かるなんてもうこうもうなってるよなもう分かりますね、うん、なってますなってますだって僕自身がそうですもんだって正直言っちゃうとその育ってきたところでもそこまで学校もろくに行ってないですしそんな、うんうん、でここまで生活できてますからね、うんうん、でまあそのところも別にね男女問わずなんか別にね、はい、彼女ではないけど一緒にみんなで住んでますみたいなはい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 まあそれでも結構ありますよねはいその方が便利で効率いいよねとかなうん、まあ、本当にですよだから、うん、従来のねうん価値観的なもんっていうのはことごとくなくなりますよ、これ今回は。うん、うん、なくなりますね。はい。うん、要は、協調とか、共生とか、あと、まあ、なんていうかな、今、はい、今とシェアするみたいなやつですから、みんなで使いましょう。はい、まあ、うん、独り占めしませんよ、みたいな。うん。そんな感じですよね。うん。うん、だから、それで何かそこには競争原理もなけりゃ、なんていうの、ものの競争原理もなければ別に科学的なものとか大事、なんとかそういうものを学ぶ必要もないのに、ね、学校って何すんなよみたいな話になってくるやん。そうね、その時のやつの、なんだろう、両親とかの、その、サポートとかっていうのは何があるんですかね、そのまま放置でいいのかな。あ、言ってることっていうのは、例えば自分の子供が学校行かんと家に行って何もしてないけど、どうしましょうみたいな話。そうそうそう。親としてね、そう、どうサポート。でも親の責任っていうのはあるじゃないですか、親としてのね。いや、俺気にならんねんけど、別に。ああ、そうですか。好きにすれば、みたいな。あ、好きにすれば、みたいな。ああ、なるほど。はいはいはい。で、飽きたら飽きた、なんか家に女飽きたらどっか行くやろ、みたいな。放置みたいな。いや、放置じゃないけど、その時が来るまでそっとしてればいいんじゃないのですか。あ別に。なるほどね。だから、知らんけど、学校は行くもんだという、染みついたもんがあるんですよ、我々。あ、まあ、我々にはという、まあ、確かに固定概念はありますね。確かにね。うん、愛ちゃんもあるんやと思うよ。あります、あります、あります。やっぱり学校に行くっていうのがあるっていう、まだ、こびりついてる、なんだろう。潜在意識みたいなものがありますね。やっぱ学校に行くものだっていうのはね。そう学校に行くものだから学校に行くためにはどうすればいいかっていう固定概念はあるのに。だからそういう質問が出るんでしょうけど。だからもうそれがおかしいって言ってんのよ。それをね、それを打破する方法っていうか、それ話取れちゃいますけど、それをなくしていく方法。では僕、抹茶の世界が一番楽だと思うし、その通りになっていくとは思ってるんですけど、思考では思ってても、一体持ってるコピリティっていうものが消えないっていうか。いや、だからこのチャンネルっていうか、これはね、これ見てくれてる人は、そういうコピリついたものを洗い流してやるぜと思ってる人は見てるわけ。コピリティっていうものを話してきれいにしていこうぜっていう思いはあるんですけど。このなんかわけのわからんおっさんのたまに1週間に1回見て私も洗い流すぜ行くぞって思ってる人おるわけでしょだからその行くもんだと思い込んでるところから帰るとしゃあないよなんでそんなとこ行かなあかんのって思うわけで要はそれもやっぱりそういう思考になるしかないですよ、ね、確かにそうね
うん、で、じゃあ学校行かんと遊んでんねやったら仕事ぐらいしなさいよ、うん、あなたって思ったりするわけでしょ、これまたこれ。まあそうね、そうね。うん、だその子からしたらなんで仕事なんかせなあかんのって思ってるわけでしょ。そうね、そうね、だから気づかせるしかないよね、やっぱりね。気づきを与えるしかないよね、自分で気づいて。俺だったら、俺だったら毎日遊んでればみたいな。俺も遊びたいね、みたいな。まあお金があればどうだ、いやお金なくてもいけるか。いやだから、いやだから。ああ、とか、鈴鹿とか、とか、それはそうそうだね。そうそうね。こびりついてるんですよ。ああ、もうこびりついてるな。確かにそうだ、うん。そう、みんな同じこと言うんですよ。お金があれば、みたいな。なくてもええから、別に。もう悲しいわ。こびりついてるわ。変なのが。もう愛ちゃんこれ何回やってあげてんのよ俺みたいな。本当本当どんどんもう10回以上ですよそれ。もうこの動画何本撮ってんの、20本以上か。そうだよな、うん、そうそう、うん、だからね今その愛ちゃんが言ったお金みたいな話が、はい、みんなはそれそういうの自分で自分を不自由にしてるんですよ、そういう発想で。うん、うん、ダメやろ。うん、わかります。まああなたが言われてギクッと思います。あギクッでもだから、まあ、例えばね、うん、例えば子供が学校行かなくて、まあね、はい、やることないしみたいな感じやったら、はい、まあ、お父さん、お母さんが、まあ、自分の仕事が休むのでいいんでね、一緒に畑でもやってみるとか、一緒に 海行って釣りしてみるとか、ね、それ具体でええんちゃうんか、別に。もしくは、まあ、前の動画でも言ったけど、今の、その、なんていうかな、仕事のスタイル的に、この世の中の仕事のスタイル的に思って、親が何の仕事してるか知らんと思って多いんですよ。娘がね、娘が、息子がね。お父さん、毎日何やってんのか知りません。とりあえず仕事出てるとか、とりあえずなんかパソコンの前でやってるとかってことが多いですよね、確かにね。パソコンの前でお父さん、セミロキでおるけど、何してんのか知りません、みたいな。うん。だからね、まあこれもね、サラリーマン的な働き方っていうのは変わっていくし、ね、フリーランス的なものになっていくし、減っていくやろうか、はい、だからまあ自分の両親というか親がどんな仕事してんのっていうことを 見えるかっていうか見せる場面が多くなってくると思うんですよ。昔のと、ね、うん、昔のあの豆腐屋やってますとか魚屋やってますとか牛乳屋やってますっていう、はい、な、自分のお父ちゃんお母ちゃんが何の仕事毎日やってんのかを見ることが増えてくる時代になると思うんですよ、はい、でそうなると、うん、そういう子供は手伝わせりゃええわけ、ちょっと手伝えと。ちょっとこれやってみて、うん、だから、また逆を言うと、その家庭っていうか、親というか、家計という、うん、そういうものの所有物ではないけども、うん、資産的なものではないけども、はい、もう少し、そのなんていうか、親というか、うん、家庭というか、そういうところに役に立つというか、はい、そこの資産的なものになるようなところも少しまた戻ってくるんかもわからん。今回な、うん、国とか通貨に、国の資産的なものとか通貨の中に溺れさせられた構造の中の資産から脱却して、うん、あの自分たちの横につながるコミュニティの中のその一人一人がその活躍する資産的なもんやけど、家庭とか親のところにも少しこう戻っていくような感じになるんですよ、うん、状態、うんうん、だから親と子供の関係っていうのがどちらかというと友達同士みたいな感じ、はい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 、うんうん、親と子というよりは、うん、何て言うか、弟子でもないな、うん、あのなんか友達みたいな、やって、はいはい、やっておくよ、はいはいいいわ、やっといてあげるわみたいな、うん、そんな感じちゃうんかね、共同体ちゃうんだ、縄文っぽいんやな結構。うーん、時代がまた戻るってのは、まあ、前も動画でも言ってますけど、それはあるんでしょうね、うん、まあ、展開期っていうかね、ある程度の関係性が戻ってくるっていうのはあるでしょうね、やっぱりね、うん、それがね、あのサザエさんみたいな大家族みたいな三所帯同居になるんかな、うん、かだってそういう感じじゃないと思うんですよ。またうん、あれはあれでまた違いますもんね。ああいうのっていうのは形だけの問題なんで、はい、うん、あの家制度みたいなやつやな。だから家に、はい、家に重きを置くみたいな制度ですから、うん、まあ、あれはあれで一つの形としては あったりなかったりするんやろうけど、
その形的なもんじゃなしに、精神的なものとか、うん、なんかつながる的なものの親と子の関係が、もうちょっと、なんていうかな、うん、大人と大人の横につながってる親子みたいなやつ。そんな感じちゃうかなと思うわ。なるほどね。はいはいはい。あとはまあ役に、親子同士であっても、あなたはこれに役に立って、私はこれに役に立ってあげるから、みたいな。うん、そういう感じですよ。うん、だから、自分が塾行って勉強して、偏差値上げて頑張って、一人で苦しめ、一人で苦しんで、一人で英会社行って、歯食いしばって頑張りますみたいな世界じゃないよ。私これ時代は変わってきますよね。時代が変わってくると思いますね。うん、私はこれするけど、お父さんこれ得意そうやからこれやっといてよみたいな。うん、うん、でお父さんはお父さんでこれ俺はできるけど、これはお前らの方が得意だからこれやっといてよみたいな。はい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 、関係性ちゃうかな多分。そうですね。これ学校いらんでしょ。いらないですね。何のために学校が存在してるかってなりますね。何の意味もないやろだって。何のために学校が存在してんだお前みたいな話ですもんね。確かに、ね、だから足し算で、ある程度算数と漢字ができるところへんまでで終えてええんちゃうかなみたいな。9歳ぐらい。確かに確かに。まあ、小学校の、まあ、高学年ぐらいで終わらせて。そうそうそう。だからまあ、はい、10歳で私も就職しますみたいな。はいはいはい、はい、まあまあまあ、そんなもんでね。あとは自分で調べたいがったら自分で調べて勉強してくれの方がよっぽどスピーディーで質が良かったりするんでしょうね、やっぱりね。まあ、かんないことは自分で調べて自分で勉強すればいいだけの話なんで。ああ、椅子に座ってなんかみんなで並んで意味のないことを聞いてるより、自分で調べたりと思ったことを調べてる方がよっぽど身になるでしょ。そうね、自分で調べた方が、その、いや、でも思いますよ。結局、あの、興味があることは、やるので人間って、結局のところ。要はやるじゃないですか。自分で好きなことはとことんやるじゃないですか。まあ、それは別に娯楽でも同じですよ。自分が興味あることはずっとやっていけるじゃないですか。それと全く同じなんで、結局のところは、あの、自分で選択して、調べて、やった方がいいと思いますね。うん。まあ、ちょっと言ってると思いますよ。うん、だからまあ、なんていうかな、その、はい、我々がその時代についていくとかついていかないとか、そういう話じゃないんですよ。はい、これ、実験の社会過程なんで、はい、いい社会が来るってことですよ。だから、はい、あの、あまりにも、なんていうかな、はい、こう白黒で悪社会じゃないですよ。男、右左とか、上下。そういうのは曖昧になってくる社会ですよ、どちらかというと。そうですね、曖昧になる時代ですね、そうですね、はい。だから、それ、そういう、なんていうかな、右と左を分けて、なんていうかな、右と左を分けて議論するみたいなんじゃなくて、はい、まあ、どっちでもいいんじゃないのみたいな、混ざりましょうよ、みんなで。そんな世界。そんな世界ですね、そうですね、はい。うん、だから極めてストレスが少ない社会くるんちゃうかな、これ。いいですね。いいですね。病気になる人減るかもわからんな。100% 減りますね。だって結局だって病気になる原因ってストレスじゃないですか。もう。ほぼほぼ全部ストレスですよ。うん、ストレスと人間関係と、その人間関係の闇の部分が出てやってるから、それで疲れて、疲弊して、みんなやってるっていう、パワハラもそうです、モラハラもそうですし、含めてそういうことだと思うんですよね、結局はね。うん、そうだから多極化っていうのはね、いつも言ってる多極化っていうのは、うん、その理由、多極化っていうのは、その嫌なところに別に、ストレスかかるようなところに行く必要はあんのみたいな話で、本当ですよね、本当ですよね。うん、居心地ええとこ行きましょうみたいな。本当ですよね、全くね。だから、これ、極めた当たり前の話じゃん、俺言ってること。本当だよね、本当、それは思いますよ。うん、本当だよ、その通り、その通りで、がっちりすりゃ、ポンと。今日の最後になるけど、心に脳を書き換えなあかんわ、みんな、もう。ん？そこに脳を書き換えなあかん。嫌なことをなんで我慢してんのよ、みたいな。だから、みんなだから、結局嫌なことをやるから、結局闇になって、ゴードゴードなら、文句ばっかり言うんですけど、もうちょっと心に余裕を持てば楽になるのになと思いますけどね。本当にね、でな、子供から見たらな、なんか会社行って嫌なこと我慢してな、家帰って、また
お前勉強できてんのか点数悪いだろうみたいなこと言われたら子供からしたら何なのよそれみたいな話を。いや結局ねなんか親のエゴを押し付けちゃってるよ本当に。子供からしたらこんな大人になりたくないわって思うよそれ。だって親自身がだってそう楽しんでないんだもん本当に。でしょ。うん。だから要は子供に見せ子供って結局親の背中を見るとその通りでやっぱり親が楽しんでれば子供も楽しみますよ何事にも。生き方っていうかな、やっぱ肝心なところっていうのは、やっぱ教育として親は伝えている、はい、まあそれが何なんかって言ったらさ、毎回毎回のお話で、やっぱりこれから人が、はい、人に焦点が当たる時代なんですよ、必ずね、うん。はい。人を幸せにするような考え方を根本に持っていくってことですよ、やっぱ。はいはいはい、はい。で、人を幸せにするためには自分を幸せにする方法っていうかな、そういう考え方を身につけさせてあげるってことですよ。うん、自分が幸せになってたら人を幸せにできへんから。単純に言うと人に好かれる生き方ですよ。教育ってそれだけみたいな。うん、本当に子供との関わりとか親子関係ってみんな複雑に思うけど結局簡単な話なんですよね。すごくね。簡単簡単。そうでやっぱりねあとね親っていうか大人っていうか親としてのプライドがみんなあるんですよ。プライドがあるから苦しむんですよ。ああね。プライドほど邪魔な生き物がないからね。そのプライドが自分で自分を苦しめてるんですよ。そうね。プライドなくして、やれば楽なのに、冷静に物事分析できるのに、感情的な感情な世界観だけでそれをやっちゃうから、自分が苦しくなっちゃうし、結局後悔するんでしょって話なんですよね。まあ、俺の場合、たまにね、まあ、めったにないけど、相談、子供にされたときは、ちょっと待って、はい、お父さん。近畿神の声を聞いてくるから、ね、神の声を聞いてくるからっておもろおもろ今のが一番今日面白いわ。うんだあそうって言われて終わり。まあそれぐらいの程度でってことですよ。だからもう、うんうん、これでいいのだの世界だね。まあまあそれでいいのだっていう世界を実現してその結果この本読んでいただければそれはわかるんで、まあ興味ある人はこれを買っていただければねいいとは思うんで、うんこのね、この本ね。今日最後になってくるけど、結局は認識の差なんですよ、すべてが、うん。そうね、認識の差とその価値観の差だよね、やっぱりね。うん、価値観というより、価値観から入っていくと、ちょっとな時間かかるんですよ。認識が早いんですよ。うん、認識か、なるほどね。で、その認識もね、一回聞いただけとか、一回、二回で話聞いただけで、ピッと変わるもんじゃないんで、うん、これ、なんかこう、聞いてると、ぼやっと聞いてると、なんか、シャワーこんだけ浴びてると、いつの間にかそうなったわね、みたいな。だから、一生懸命変えようとせんでよ。うん。なんか聞いてて、このおっさんのこと、ほんまなんかなと思ってて、聞いてるうちになんかそうなってきた、みたいな。大事なことっていうのは、自分もそうやし、自分の周りもそうだけど、うん、やっぱ楽しむこととか、ストレスなく楽しい。人生、うん、この三次元世界っていうか肉体を一応与えられたというか肉体を持たされたっていうかな、うん、うちから、うん、持たされた三次元世界でせっかく生きんねんから、ね、まあ、楽しんでるともったいないよねってみんな思ってるわけでしょ基本的には、うん、でも思ってるくせになんか制限一生懸命かけるでしょ。そうとか勝手な思考だってとか勝手な、ね、やり方でそれを、まあ、子供にも親にもそうです子供にもそうですけど落ち着けてる親が多い元の一番メインのところっていうそこだけ焦点当てといたらいいんですよ。だからそれを子供に教えるそこも教育やと思うな、うん、そうですね。大人もきっちりその辺を理解して自己分析もしないといけないしちゃんと自分を客観視してみないといけないからね。アマゾンで8月29日に発売らしいのでぜひぜひお願いします。まだ価格は発表されてないんですけどね。まあいろいろとまた濃い経済の話だったりとか人生のメンタルの話とかも今後していくんで、はい、今日はどうかな、これでよかったかな。はい、大丈夫です。それすごく良かったと思います。はい、ありがとうございます。はい、今日はちょっとややぶっ飛び気味やったけどな。今日はありがとうございました。また、はい、来週もよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。